センター試験生物基礎2019年全問解説第1問の B に参ります問いの4問いの5問いの6の3題がありますでは早速「あ」「い」「う」「え」の用語を埋める問いの4から参りましょうリード文を読みます遺伝子の本体である DNA の存在を確認するためにブロッコリーの花芽から DNA を抽出する実験を行った 植物細胞の細胞膜の外側は何々に囲まれているのでまず教科書知識です速攻でここは細胞壁と答えればいいですまず細胞壁を含む構造を破壊するために花芽を乳鉢に入れて乳房を用いてすりつぶした DNA は細胞の中のまあ語群にある通り核でいいと思いますそれから 呼吸に関する細胞小器官であるミトコンドリアおよび光合成に関与する細胞小器官である葉緑体に含まれていると答えればいいです、えー、極めて基本的な話ですねよって問いの4番の答えは選択肢6を選べれば OK ですさあ続いて問いの5番です 右側問いの5番 DNA と遺伝情報に関する記述として最も適当なものを次の1から4から選べとあります参りましょう丸の一番ブロッコリーの花芽から抽出した DNA が持つ遺伝情報と同じ個体の葉から抽出した DNA これを比較しますねこの遺伝情報は一致するそうですします えー、いわゆる同じ生物個体のどこの部分から DNA を抽出しても同じものが取れるはずですなのでこれはまず1番が正解だと判断をして2番ブロッコリーの花芽から抽出した DNA にはブロッコリーの花芽に存在するタンパク質のアミノ酸配列に関する遺伝子情報「脳」「みが存在するそうではありません 転写翻訳をする時の翻訳を、えー、どこの部分を読み出すかによって、えー、体のさまざまな文化っていうことができますなので花芽から抽出した DNA から、えー、いわゆる体の別の部分に関するタンパク質のアミノ酸配列を読み出すこと可能なんですよね3番ですブロッコリーの花芽から抽出した DNA には根っこの発生に関わる遺伝子は含まれていますよ はい、これは一番の、えー、話と逆なので、えー、カットしてくれれば良いと思いますの四、えー、ブロッコリーの花芽から抽出した DNA の全塩基配列と同じ個体のブロッコリーの花芽から抽出した RNA の全塩基配列は一致しませんそもそも DNA はアデニングアニン、えー、シトシンチミンという、えー、4種類の塩基を表現し RNA の方はウラシルが入るんですよね。アデニンウラシルシトシンチミンっていうふうにここがすでに違ってるよねっていう教科書知識が頭に入っていればよかったと思います問いの6番に参りますではここから文章を読みます300塩基対の DNA を構成する全塩基の20%がアデニンであった場合に この2本差の DNA 中に存在するシトシンの数はとありますここね対になっているのと2本差の DNA 中小さな引っ掛けがあります、えー、とまず塩基配列の基本になりますがアデニングアニンシトシンチミン A と T でペアを組み G と C でペアを組みます従ってアデニンが20%であれば、えー、こちらの T が20% 反対のの鏡写しになりますので G と C の割合もすでに分かるというふうにパーセントの割り当てを読み出してください今度はここがポイントです300円期ついですから 300×2 で600個の円期があるよっていうことを落ち着いて読み出してください従ってヒトシンの数を出せと言われれば600 600個のうちの30%パになりますよって 600×100 分の30とまあ丁寧に計算してみてもいいと思います回答が4番の180だとわかります続けますまた300塩基対の2本差の DNA の片方の鎖が全て転写されてメッセンジャー r n a が合成された このメッセンジャー r n a の最初の塩基から最後の塩基までの全ての塩基配列がアミノ酸を指定していた場合このメッセンジャー r n a の塩基配列に基づいて翻訳が行われるとというふうに書いてありますさあですからメッセンジャー r n a を簡単に絵で書いてみましょうまず DNA300 塩基対があるということはこのようにはしごの 軸になっている部分が延期だという風に想定してくれれば600個の記述があるという風に見てくれれば良いですこれの片側だけをコピーして一本差にしてあるものがメッセンジャー RNA だと思えばいいのでここについている延期の粒々は300個だよという風うに理解ができると思います さて翻訳作業ですが、えー、トリプレットという専門用語を必ず覚えていると思います延期3個で一つのアミノ酸を指定するという翻訳をしますから今このメッセンジャー RNA には300個の延期があるそして3個ずつで読み出しをしていくと100個の アミノ酸が読み出せるというふうに話がわかると思いますしたがってかの回答は100を入れてくれれば OK ですでは次の問題へ参ります